正午過ぎ、東京中野区の2階建てアパートから火が出て、71歳の住民の男性が重傷を負いました。警視庁などによりますと、正午過ぎ、中野区の2階建てのアパートから火が出て、住民の男性が自力で避難しましたが、顔などに火傷をして重傷を負いました。火はおよそ2時間後に消し止められましたが、火元とみられる2階の1部屋、15平方メートルが焼けました。警視庁と東京消防庁は出火原因を調べています。